こんばんは、和田エイ、エレクトロニコス、ファンタスティコスという、プロジェクトです。僕らは、使い古した、電化製品を、新たな電磁楽器へと、転生させ続けている、プロジェクトなんですけど、テレビから出る静電気を、手で拾って、で足にコイルがついてるんですけど、それでギターアンプに静電気を送ることで、音を出していました。で縞模様によって、音が変わるんですけど、本数が少ないと低い音、本数が、多いと高い音が鳴るっていうことを発見して、楽器化しています。で今日はですね、もう一つ、縞模様を、音に変える電化製品を、演奏していこうと思うんですけど、それは何かというと、このレジでおなじみのバーコードリーダーを、演奏します。で、ちょっとですね、もう一人、今日レジ係が来て、いただいたので一人、お呼びしたいと思います。あたかさん、よろしくお願いします。世界でバーコードリーダーを演奏できるのはここ2人だけっていうですね、バーコーディストっていう風に名乗ってるんですけど、です。でちょっとですね、動作チェックしてみたいと思うんですけど、どなたかお客さんの中で、バーコードが売ってあるものを持ってたりします？あ、ちょっと動作チェックさせてくださいね。いらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。これスピーカーに直接つなぐっていう回線も作ってまして、縞模様何でも音になるってことなんですけど、ちょっと今縞模様の方いらっしゃったんで、ちょっといいですか、スキャンしていいですか。ちょっと音量上げていただいてですね、これをスキャンすると、これが形でですね、縞模様が、そのまま直接、音になるというものなんです。いらっしゃいませ、ありがとうございました、ありがとうございます。
スペシャルゲストダンサー、高瀬吹子さん、